未知なる大海原へ。リスクを恐れず真っ先に飛び込むファーストペンギン。これは夢に向かって挑戦する研究者、信州のファーストペンギンの物語です。最先端の素材としてさまざまな分野から注目を集めるナノファイバー。ここ信州大学繊維学部のキム・イクス教授は世界で初めてその量産化に成功し、実用化の道を開いたナノファイバー研究の先駆者です。ではまずが先生がご研究されているナノファイバーとはどのようなものなのか教えてください、はい、こちらを見てください、はい、ここ見てみると水は下に落ちてこない、はい、空気はよく通ります。見えてますか？あ、本当ですね。これ空気は通っているのに水は漏れていないということですか？これを可能にしたのがこのナノファイバーです。これどういうものかと言ってますと、ね、いいですか、ありがとうございます。1本の繊維のサイズが100ナノメートル 0.1 マイクロメーターですね。これどのぐらいかと言いますと、人間の髪の毛の約64万本がこの1本の繊維の中に入る、そのぐらいのものすごく細い繊維です。その細い繊維でできたこのナノファイバーの膜、これがここに今引いてあります。だから水は落ちなくて空気がよく通る、これがナノファイバーの、まあ、一つの特徴ですね。ナノファイバーの防水性能ってすごいんですね。はい、実は防水性だけではないんですよ。ここを見てください、はい、これがナノファイバーでできたマスクです。ウイルスやバイルス、まあ、いくら細かいものでも中和できない、完全に我々の体を守ることができる。ここだけじゃなくてですね、実はこのもっと進化したマスクも出てます。今みんなマスクつけてるからゴミの問題ってかなり今深刻ですね。だからこの完全に捨てるともう完全に自然に戻す、なくなる生分解性 100% のマスク、これが今できてます。じゃあそれは何ですか、土にまた戻るってことですか？そういうことです。これがですね、実際大量生産で作ったナノファイバーの膜になります。これちょっとまた触ってもいいですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。あ、これなんか布というよりはなんか膜なんですか？膜です。そうなると普通の布みたいに縫ったり折ったりして折ったり編んだりしません。作るわけじゃない。そういうことですね。じゃあどうやって作るんですか？実はこれはスピニングと言います。スピニング、うん、電気をかけてスピニングをする、はい、それで日本語だったら電解防止というんですけど、はい、ちょっと想像してたのと違ったのでより詳しく教えていただいていいですか？はい、ありがとうございます、はい、ちょっとこちらを見てください。ここを見てみると今見えますか？薄く雲のように、これが実際ナノファイバーです。下の方にですね、ナノファイバーの元になる原料のポリマーが入ってて、それでここに見てみると17キロという非常に、高電圧のボルテージですねが今ここに働いているんです。でここにプラス、ここにマイナスがかけてます。それで出てきた一滴の液体が高電圧によって爆発するんです。それが重力によってプラスからマイナスのに引っ張られてますね。それが収集される、そういうものが先ほど見たナノファイバーの膜になります。わー、すごい、これで作られてるんですね。いや、ちょっと想像と全然違いました。ところでナノファイバーはいつ頃誕生したんですか？そうですね、父は1930年頃ですね、特許が出たりとかして、始まったんですけど、ドイツを中心的にですね、
始まったんですけれども、やはりこれは生産ができないということで諦めたんですね。それはなぜなんですか？生産の難しさ、要するに生産性がないといけないですね。何よりも大事なのが、これをポリマの液なんですけれども、濃度はですねちょっと粘度が高いんですよ。ちょっと詰まってしまうんです。ノズルが径が非常に小さいからですね、詰まって、そうすると生産できないんですね。量産化の壁ということですね。一番大きな課題だったんですね。それどのように解決されたんですか？意外と簡単なところで答えを探したんですけれども、身近なところでですね、日本の、昔の庭園とかいうことですね、支障土石ですね、あれを考えてみますと、ずっと水が流れっぱなしですね。そうするとこちらのポリマーもずっと流れっぱなしにしてしまうと詰まらないんじゃないかなということで、支障土石と同じような角度ですね、45度ぐらい傾斜の方にノズルを切りました。それで半分は流しっぱなしで、半分は生産の方に使うと、ずっと流れてます。そんな感じでやると365日詰まらなくていけるんだということが分かりました。それで大量生産装置を作ったのがこのファイバーです。 1.6 メートル幅のですね、これができた当時の評価なんですけれども、刀とかですね、矢で戦争をする、そういう時期にですね、銃でもないしミサイルですね、あなたはミサイルを作ったというふうな、評価をいただいたんです。非常に嬉しかったんです。この袋ってどんな袋なんか知ってますか？これ何ですか？ちょっと触ってもいいですか？なんだ、なんかブドウの絵は描いてあるんですけど、これはですね、実は果実袋です。ここにですね、見てください、ここがナノファイバーです。このナノファイバーをここに使用することによって、非常にいい品質のシャインマスカットができたというふうな研究結果もあります。まさにこの信州大学のある長野県は果物栽培も盛んですから、なんか地域貢献にもつながりそうですね。そうですね、だから始まったんですよ。こんな美味しいものをもっと美味しくしようということで試してみたらですね、まさにナノファイバーがこのぐらいの効果を出すということで、自分自身も驚いた。すごいですね、なんか農業に医療に本当に幅広いですね。そうですね、それでもう一石百鳥というんです。同じものがいろんなところに使える。次はアウトドア用としてですね、はい、山登りとかスキーウェアもそうなんですけれども、はい、これもノースペースの方でですね、今作って、これは全世界で今販売してるんです。フューチャライトという名前でですね出てるんですけども、はい、これもナノファイバーで、ちょっと触ってみていいですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。わあ、なんかすごい、ちょっとサラサラしてて、ここに白く見えてる感じしますね。これはさっき見たあれが入ってるんですか？そうです、うん、ということはこれも水をいくら雨が降っても、はい、水は通さない。通さないけど空気は通すから、こう着心地はいいということですね。そういうことです。さっきのマスクといい、あと、ね、お洋服といい、私たちの身近なところにも使われているなっていうのがすごく印象的でした。そうですね、生活の中に浸透していると、うん、ナノといったら一般的にすごく難しいと。そうですね、なんか遠いような感じがするんですね、はい、うん、でも実はそうでもない。我々の生活の身近なところにナノが使われている。いろんな分野でできた、すごいものがあるんですね。そういうものと我々のナノファイバーの技術と融合で、融合することによって新たな一つのものになるということですね。今までなかったもの。じゃあまさに一石百鳥で。そうですね、私は好きな言葉です。いや、もう本当に一石百鳥のあれですね。いや、本当そうですよね。いや、もうこれだけ技術がどんどんいろんな分野に応用されるのはすごく驚きでした。一石百鳥のナノファイバー量産化で今までにない快適な暮らしを作り出す、キム教授の挑戦は続きます。